30日の函館 1R、2歳未勝利、芝 1200m、は、道中3番手から直線伸びた2番人気シュードタキライト、オスイコール菊川、チチューインブライト、が逃げ粘るミッドナイトゲールをかわして快勝。3戦目で初勝利を挙げた。騎乗した佐々木は、連投だったので、週中は歩様など様子を見ながら順調だったので、勝たなきゃいけないところで、しっかり勝ち切れました。内容としても次につながるいいレースだったと思います、と振り返った。19年香港カップなど重賞7勝を挙げたチチューインブライトは現2歳が初世代で、待望の3区 JRA 初白星となった。